京都さんが FC 石光陽介、幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。やっぱカズさんです、はい、すごいフェイントからのシュート、はい、あとカズダンス、 J リーグ開幕した時の、はい、もうギラギラの時ですね、はい、三浦知良、19歳ブラジルでプロデビュー、 J リーグ初代 MVP を獲得、50歳を過ぎた今なお現役を続けるレジェンド、キングカズ。僕も J リーガーになりたいなっていうのを、はい、思いましたし、またぎフェイントはみんなで練習してました、はい、カズさんは本当今でもね、はい、ゴール決めたり本当にすごいの一言です。憧れの人です。一生届かないと思います。届けるようにちょっとでも努力します。夢を与えられるような、はい、選手になりたいです。石光陽介のヒーロー。